長井先生の講義ではですねクリエイティブデザインという授業名で当たり前のデザインとイノベーティブなデザインはどこが違うのかなどについてお話しいただきますそれでは早速先生よろしくお願いしますはいご紹介ありがとうございますえっ、ー、と今日担当させていただきます長井と申しますあのまず最初にちょっとここですごいなと思ったのは あ,あそこに時計があるのは皆さん動画のの方映っっってててますか映映ってる映ってないあのね絵と思ったらちゃんと針が動いてるっていうのがあって <laughs> 後で確認してみてくださいね。あの私の目の前にちゃんと時間守るように時計が置いてあるんですけど後ろにあるのは切り絵かなと思ってたらなんかちゃんと刻コ々クコクとね針が動いてて面白いと思って思いました。 とすると私の目の前にあるのは当たり前のデザインであれはきっとイノベーティブなデザインだなと今日のテーマにぴったりだなと思ってますはいで今日はあの動画の方とそれからあの会場の方がおられましてえっと会場の方に最初にこうウォーミングアップしていただきあの動画の方も うん、ちょっとリラックスアイスブレイクっていうんですかあのこう準備運動をしてもらいたいなと思ってます、えー、コミュニケーションデザインのねあの番組というか講義見ててあ皆さんいろいろあのアイデアどんどん出してくださんだなと思ったのでぜひあの私の方もそういうのやってみたいと思います、うん、ということでえー、っと付箋紙をちょっと、えー、配っていただけますでしょうか、えー、動画の方は。 あのちっちゃなメモ帳でいいのであのなんかあのノートとか、えー、手元に用意してください。あの大きなな紙じゃなくてもいいですよ、はい、そして、えー、と1番から23456788までの数字何でもいいからちょっと隅っこの方に。 数字を書いておいてください。一個一個だけね選んで、一、二、三、四、五、六、七、八のうちから一つ選んで書いておいてください。はい、いいですか？まだ迷ってる人いますかね？迷ってる人いたらあのまあ四にしといてください。<laughs> はい。はい、そして、えー、質問をします。いいですか？あの、えー、声出して答えられる人は答えてくださいね。えー、と動物 動物、まあ、好きな動物何か選んでって言われたら選べます好きな動物いいかなはいじゃあちょっと何か一人聞いてみましょうそちらからえっなぜ好きとは聞かないけど <laughs> ト,トラねはいそのト,トラじゃない人他の他の動物いますか 猫でじゃあその動物ちょっとななのトラとか猫とか書いてその動物の特徴って何ですか特特徴徴こんなながあるまあ例えば私はカメ、まあ、だとするとねあのノロノロとかあのハリネズミだとこう痛いとかなんか特徴が怒ると怖いとかね特徴があると思います猫の特徴。

2番動物は何にした？ハリネズミにしました。で、これ組み合わせてみてください。うん、特徴を組み合わせた。どんなのがあるの絵で書いてもいいし、言葉で書いてもいいですよ。はい、3番の人いる？あ、アマガサ。4番の人、5番、6番、6番。じゃあライバルがいますね。ライね。懐中電灯にその 動物の特徴を、例えば私ならあのカメはノロノロだって言うと、ノロノロした懐中電灯、スイッチを入れたら三日後に光るとかね、<laughs> なんかそういう、うん、なんかそういう特徴を組み合わせてみてください。はい、えっ、ー、とそしたら、えー、トラの人、トラ、トラは何にしたのかしら。僕は二番のスリッパでした。トラスリッパ、どんなスリッパですか。 僕はその虎の特徴としてまずはなんか肉食でちょっとかっこいいっていうイメージだけどなんかこう猫化で可愛いにもちょっとなりえるみたいなイメージがあったのでなんかこう片,片,片方はちょっとこうデザイン性のかっこいい、うん、でこう右足はかっこよくて左足は可愛い,い、うん、みたいな二面性をスリッパに落とし込めたらいいなと。これどういう人が使うと思う だ、だ、うん、どんな人が喜んでくれそう,う,う, <laughs> なういいいい。なんかこう、可愛いもかっこいい、もなんかいろんな要素を求める、ちょっと欲張りな。なんかこう優柔不断、<laughs> なんかこの。どっちの要素も取り、ファッションに、こう、うん、取り入れたいような人。人 <laughs> パッと思いついたのは。はい、トラスリッパ欲しい人、欲しい。<laughs> いくらで買ってくれるかな。<laughs> 面白いね。結構やっぱり皆さん発想豊かですね。 じゃああのあと一二分でここをやりたいのでもう一人誰か粒子手を挙げて言える人懐中電灯挑戦しますかはい私リスだったんですけど<あ>リスあリスですねリスが好きで,でリスの特徴は尻尾が大きくてふさふさしてる、うんうん、で懐中電灯は持ち手のところに、うん、あの素材なんか布ケイトみたいな素材にして 握った時に、こう、うん、暖かい感じふかふかた。ああ、暖かい。北陸じゃ欠かせないですね。<laughs> <laughs> いいですね、うん。はい、こんな感じです。こ、れがあのアイデア創出の一つの、あのトレーニングなんですね。で、人間はこうやって、あの概念で考えることができるので、いろいろな、あのものと。 特徴を組み合わせるんですけど例えばあの同じリスでも人によってその人が気にする特徴って違うじゃないですかしましまがあるとかねその隠すとかそういう特徴をいろいろ考えることでいろんなプロダクトを考えることができます。じゃあもう一回、えー、さっきの番号を置いておいて、えー、番号変え,変えてもいいですよ。えー、2問目 問マンゴーを書いておいて自分があの苦手な苦手な人苦手な人ってどんな人がいますかだ人は誰でも付き合えるって人いるかもしれないけど苦手な人苦手な人。例えば私とかだとあの酔っ払ってるおじさんとかね <laughs> 苦手なのちょっととかあの、うん、こう。 しつこい人とか、ね、しつこくこうん、まあ好きな人っていうのもいるし嫌いってまでじゃないけどちょっとこう、うん、おに苦手だなと思う人、はい、イメージしてじゃあその番号のあなたはビジネスオーナーですはいビジネスオーナーえっ、ー、と一番の人一番って書いた人あ映画館ねで苦手な人ってどんなタイプだった 苦手な人は話をした時に何でも否定から入ってくる人ですで、その人に喜んでもらえるような映画館ってどんなのがあるかどういう工夫をするかちょっと考えてみてください、はい、という形です自分が想定した苦手な人私だったら酔っ払いのおじさんで、私はエステサロンを選びました酔っ払いのおじさんに喜んでもらえるエステサロンのビジネスはどうしたらいいかというのを考えなければいけない、えー アルコール依存症が治っていくやつがいるのかね、かそういうことになるのかなと思います。はいはいじゃあ2番にやった人、2番の人、動画の人もいますか？2番の人、はい3番の人、あ水族館、うん、で苦手な人は？あ自分の意見をちょっと押し付けてくる人。うんじゃあその自分の意見をぶつけている来るような人、はいうん、にも。 喜んでもらえて、水族館を出るときには、素敵な人に変わるような水族館ってどういうふうにしたらいいと思う。えー、っていうのをちょっと考えてみてください。はい、<laughs> はい、この、あの、ここにある。経営は映画館とか、幼稚園とか、水族館とか、ベーカリーとか。ものと違って、そこの場に。ある人が。 利用するために入っていって利用したら価値を感じてその人も素敵なな人になるお店のオーナーとしては苦手な人も自分のところに来てもらってあの自分が付き合いやすいような人になってくれる方がハッピーですからそういうふうに考えるとどうしたらいいですかね。 まあ私たちはね学校やってますからそういうことしょっちゅう考えるわけですよ <laughs> あの。おとなしい学生さんにどうしたらいいだろうって嫌いなわけじゃないけどおとなしい学生さんが入ってきて卒業する時には元気になるにはどうしたらいいかなとか、まあ、これがビジネスっていうものです。はいいじじゃゃちょっと発発表表できるしてみてみください、はいえっと、7番の木工家具店 を選びました。うん、苦手な人は自分の意見を押し付けてくる人です。<ー>自分の意見を押し付けてくるお客さんが来きました。はい、さあこの木工家具店ではどんなサービスをするでしょうか,うんんか選択肢1、<あ> 1> 入れない。<laughs> 選択肢に何か薬を飲んでおとなしくさせる。とか <laughs> <laughs> なんかその人に合わせるというかなオ,オーダーメイドみたいなそういうのがんだろうな、うん、でも気持ちよく利用してもらうだけ,だけでなんかその人が変わるっていう感じではないなってちょっと今悩んでましたうんうん、うん、きっとねその場合は自分のお店の方が変わっていくかもねこの人はうるさいこと言ってるけど<ー>もしかしたら大事なこと言ってくれてるのかもしれないなとか一生懸命聞くようになるとあなんかこの人来てもらってよかったかもしれないって思えるようになるかもしれませんね。 うん、ということで、まあ、あのデザインっていうのはさっきプロダクトあのの,の、えー、機能とかね形を考えると価値が生まれるっていうことからこうした経営あのどういうふうなサービスやあの場を提供したら価値が生まれるかなんてことも同じ頭で考えられます。うん、ということです、まあ、ちょっとこれトレーニングでした。はい、じゃあちょっっとあの、えー、と 3人と2人で相談していただきたいんですけどここもし誰か手伝ってくださるならあれですけど2人グループでねはい、えっと、私は今日石川県からやってきまして朝こういうものに乗ってきました乗ったことある人あるうんありますね。 もう今日だってすっごい混んでるんですよ。あの、えー、北陸新幹線は東海道新幹線に比べるとまあ、本数はそんなに多くないんですけれども、あの車両も12両しかなくて、まああの普通の車両は、えー、9両かなというものです。はい。じゃあ今度のお題は、えー、あなたはとっても、えー、優秀なえっ、ー、とハイスクールの 卒業生になりました多摩デザインハイスクールは、えー、商品として「えー、丸一日北陸新幹線を自由に使っていいですよ」と「好きなように使ってくださいね」というプレゼントがもらいました。はい、どんなふうに使いますかあなたは北陸新幹線東京から金沢まで2時間半、まあ、これから先もうちょっと伸びるから3時間ぐらい。はい 三人でちょっと相談してみてください。えっ、ー、と、制限時間は三分です。三分。何に使うかな。新幹線自由に使えた。もうこんなゴージャスなプレゼントないですよ。新幹線自由に使ってください。何したいかな。<laughs> はい、動画の方も、あの、考えてみてくださいね。あの、北陸新幹線乗ったことない人はググってみて。 検索してみて、えー、どんな新幹線か見てください。雪にも強いし、結構人気あります。<laughs> はい、最初の課題はあのプロダクトデザイン、二<ー>番目の課題はサービスデザインをアイデアベースで考えることですが。えー 北陸新幹線をどう使うかなんて非日常的なテーマです普通は個人でそういうことを考えたこともおそらくないと思いますので訓練として <laughs> はいあの意見まとまらなければ車両の前と後ろで使い分けても構いません。 <laughs> これ一晩中相談しても飽きないね。多分。<laughs> はい、じゃあ、ちょっと今のところどんなアイ,アイデアが出たか、最終案じゃなくてもいいので、ちょっと紹介してください。そちらからお願いします。私も地元が石川なんですけど、<あ>地元の特産品をその東京の人に知ってもらうために。あの新幹線内を全部金箔で。 すごい楽しそう <laughs> はいじゃあこちらのチームはとせっかく自由に使わせてもらえるということなので私も地方出身なんですけどやっぱりその新幹線費用がネックになって結構東京に行ったことがないっていう友達がいっぱいいたので金沢とかのちびっ子を東京にただで連れてってあげて逆もやるみたいなでみんなで一緒に乗ったら友達が増える,る <laughs> みたいな。<laughs> いっぱいできそうかなって思いました。三 <laughs> 人賛成してるのみんな。はい、ありがとうございました。<laughs> はい、えー、こんなふうに、まあ、普段。 日常的に考えたことがないようなこともぜひデデザイインののアイデア発想の時は考えてください。私とかはもう,もう遊ぶことしか考えてないから新幹線の車両で伝言ゲームをやってったらどうなるだろうと自分の友達全部に乗,せ乗ってもらって <laughs> 到着まで伝言ゲームをやるとかねあのそういうふうな楽しいアイデアを出すっていうのも、まあ、デザインの自由な特権じゃないでしょうか。 はい、ここまでででウォーミングアップですあの東京そんなに寒くないから皆さんあのアイスブレイクするほどでもないと思いますがちょっと <laughs> 緩やかになったかと思います。えっとじゃあ今日はあの講義をするってことですので、えー、多摩デザインハイスクールの「講義」ということで、えー、一応確認しましょう。講義とは何でしょうかってこれね結構大事なことを書いたんですよ。 あの佐藤先生とかねコミュニケーションデザインのワークショップも含め大学では普通講義って言って高校はね講義ってあんま言わないんですよね。授業授業業普通って言うでしょこれね実はね講義はあ,のあなた方一人一人が何かを知って理解することをお手伝いするものなんですね。 でそれと比べて小中学校の授業っていうのは教科書があるでしょで先生はその教科書の内容を生徒よりもよく知っている人で解説してくれるわけ教科書はこういうふうなことが書いてあってこうこうこうですよだからあの<え>知るべき知識は全部そこにものに固定されてます。で一方大学で言ってる講義っていうのは あの答えがあるわけじゃなくて定まった知識が伝えられるのではなく一人一人の人がここで理解する物事を理解することの手助けをしますっていう意味なんですね。でそれでとい,い,いうのが私の疑問です。理解することの手助けだとデザインはつまらないよね。デザインは理解するためじゃないでしょうかなと思うんですね。 だとすると理解っていうことの定義はこうなってます物事の通りや筋道がかかる。る、ま、こ、あ、これ分かるってことですねで。分かってその意味や内容っていうのが、まあ、腑に落ちるっていうか自分の中に定着すると。プラス2つ目他人の気持ちや立場を察すること察するっていうんだから、まあ、答えがあるわけじゃないんですね。こう共感したり、こう,こう,こうかなって もしこうだったらこうだろうなっていうふうな仮説を立てることですだから、えー、実は、えー、講義で聞いたことは先生とか、まあ、私のような立場の者が言ったことを覚えることには意味がなくてそれを聞いてあもしかしたら物事はこうなってんのかな新幹線は遊びのために使ってもいいのかなとかね。そそうするとそこで 楽しく遊ぶ人たちってどういう人たちだろうとか、いろいろあの、えー、人いろんな人のことを想像して考えることだっていうのがちょっと今の、えー、講義という意味に近いのかなと思います。で、学校の授業とこうした講義を聞いて考えるってことはどこが違うのかって言いますと、やっぱり学ぶときにはあの本や、えー 何かに書いてあることを説明されて覚えるっていうことは半分ぐらいしか意味がなくてでそれを実際使っっててみるるるととかか経験することで、えー、中身が分かってくるでしかも本とか書いてあることっていうのは必ず正解が書いてあるわけじゃないので大体いいこんな感じぐらいの傾向が書いてあることが多いですね。 でそうするとそうした不確かな情報の中で私たちは学んでくる経験を積むんですが、えー、それで縛りになってくるのが常識って常識的な考え方で。さっき新幹線のことを考えてえー、そんなの考えたことないと思ったかもしれないけどそれは知らないうちに常識にこう囲まれちゃっててあ新幹線っていうのは あの駅でチケット買ったりこうやってネッ,トはネットで買ったりして旅行の時に買うっていくもんだとかそういうふうに決めつけてしまう、まあ、それが常識なんですけども、えー、当たり前が全てとは限りませんよって話でした。 ただね、あの今までのこのほ、えー、の先生方の講義聞いてると当たり前ってなかなか面白いのかなとも思ってあのなぜそれが当たり前になるのかって考えるとなんとなく道理があるのかなとも思いました、えっと、私は北陸先端科学技術大学院大学っていう長ったらしい名前の大学の、えー、知識科学っていう学位を出すセクションにいます。 知識科学っていうのは日本に一つしかないし世界でも一つしかない研究家なんですけれども知知識識って何でしょう何だと思いますか知識この青色知識青知識これ知ってるから黙っててね石川県の県庁所在地どこですか <laughs> っていう感じでね、はいそれとか今日の為替レートはいくらですかって、うん、し白紙出てきますよね調べれば出る演習率は思い出したはいメンデルの法則知ってますか、うん、探せば見つかる、えー、横断歩行者妨害等違反ではどういう罰則があるでしょうかって <laughs>、えー、ゆで卵の栄養価は カロリーがどのくらいとかこれある程度答えがありますで探せば見つかりますどこかに書いてあるでこれを「形式値」と呼ぶものです答えがある知識。で緑知識石川県はズワイガニがあるいっぱいあるんですけどあの高いのもあれば若干割引もあってあなたどれを選ぶか。 っていうね、このノウハウが必要なんですよね。あの黒いブツブツがね、実はついてる方が <laughs> 海の中で成長してきた立派な感じだっていうらしいです。私は避けてたんですけど、黒いのあった方がいいって聞いて。 あしままったたと思いましたそれからふわふわオムレツの作り方とか、まあ、YouTube でどんどん探すと出てきますえ自転車に乗れるようになる方法気分よく朝早起きできる方法来年の今日の天気とか、えー、またデザインコンペねあの昨日あったそうですけどそこで、えー、一等賞になる方法って何でしょうってこれはある程度ノウハウみたいなものはあるけれども必ずしも答えが定まっているものではないし。 かつオムレツ作るのの上手なな人この中でいいいます。いない私は下手だからオムレツを上手に作れないやり方っていうのは伝えられるんだけどあの自分が経験的に学んだことを人に伝えるって結構大変なんですね。でさっきあの YouTube って言いましたけど動画で送るといろんな人は見てなんとなく 理解してくれるから、まあ形式値と暗黙地の中間ぐらいなところでね、あのここのかき混ぜは手早くとか、火は火加減はちょろちょろですよとかね、そういうコツみたいなものは教わります。はい、なので皆さんがだいあのデザインを学ぶときもこの形式値に入る部分と暗黙地に入る部分が両方あって。 デザインみたいなものは暗黙の方が相当大きいことになりますいずれにしてもこうしたことを経験の中で学んで主体は知識を獲得していくってことになります。じゃあ暗黙知と形式知で、えー、デザインがちゃんとできるようになるかというと、まあ、こうしたストーリーを考えてみましょう。えー、お家で、まあ、自分は まあお兄さんですね。皆さんそれぞれ兄です高校1年生のお兄さんが妹小学校6年生の誕生パーティーのために、お家の人からちょっとケーキ果物買ってきてと言われましたと。とはいで。さて、当日って起床ストーリーでだいたい起承転結ですね。ここで点が来るわけですよ。どどんな点が来ると想定できますか？ 物事順調お兄さんはケーキをショートケーキを6個買ってきて、えー、出してみると「妹の分がないことに気づきました」とかね <laughs> いろいろいろんなストーリーが立てられるでしょ。あの大きなバースデーケーキを買ってきたら妹の友達6人はそれぞれ、えー、自分の友達も連れてきました。なななので12人になりましたとかねいろんな こここで天のが考えられるでこういうふうに決まっている知識と経験で学んだこともいつでもいろいろひっくり返るっていうのが面白いところなんですね。ここううういののはアクシデントのようにもも思えるるけれども想定すすとができますなので、まあ、デザインについて教わったり経験したことを知識として人は蓄積し活用しながら仕事することができるんですが。 何が起きるかわからないってことは、例えばリスクって言い方します。あの雨で滑ってケーキをこぼ落としちゃうかもしれないとかねあの。自転車がぶつかって買いに行けないかもしれないとか、そうしたリスクっていうのは、あらかじめ対処法を考えることができます。でそれプラス、えー、妹がね、あの実は六人って言ってたのに、二十人も友達呼んできた。みたいなときは、どうすればいいか、と。 6人って言ったんだから6人だけ配るよってわけにはいかないですね皆さんお兄さんだったらしょうがないな20にどうやって割ろうとか言ってねこう才の目に切ったケーキにするかもしれませんこうした、えー、臨機応変に対処するっていうのが、えー、人間にはできることなんですねでこれはデザイン知識についても同じで、えー、っと当たり前って言われてるけれどもその当たり前のデザインをどんな状況でも 生み出すことをやろうとすれば。難しくはないんだけれども、それなりに工夫しなきゃいけないってことです。で、当たり前っていうのはだいたいこういうふうなことを言います。あの、まあ成績とかもそうですけれども、えー、正規分布ですね。あの十人の人がいたら、だいたいこういうふうにいろんな軸で分布することができると。で、何、どれは当たり前っていうかというと。 ほぼ全部です <laughs> でこの分布に、えー、入らない、まあ、こういうところにいるような人ぐらいが当たり前じゃない人になりますからあの普通に当たり前をやってるところプラス外れたところぐらいの感じで考えてもらえればいいと思います。であの当たり前のデザインっていうのは皆さんがこうした知識を蓄積して。 いろいろなことを想定しながら学ぶことでやっていけばそれほど難しくはないことなんですがやっぱり評価をされますからその評価ってこともこうした分布の中で考えるといいと思いますで、一般的に当たり前のデザインというのは問題解決ですよというような捉え方をしてます問題解決の問題はニーズという説明もあります 例えばさっき新幹線の話しましたけど私来る時に結構ねすよすごく大きな荷物を引っ張ってる人が新幹線の座席にはそんなスペースないのに譲らないとで反対側から来た人はその先に行きたいもんだからそこでこうせめぎ合いが起きてるってこれどう解決します 絶対解決できないわけじゃなさそうですよね。例えばもう荷物スペースをすごく大きく取っちゃうとか、えー、入り口にね。あのー？何番から何番順番に入りなさいとか、いろんな方法があると思いますね。このようにあのー、問題解決をしようとすれば、その問題を見つけさえすれば何らかの提案ができます。 なので,でデザインはほとんどが問題解決をする作業にはなるんですがさらにデザイン思考と言われたもののようにですね見えてない問題今日私は新幹線でそういうトラブルが起きてるのを見たから荷物があると大変だなと思うんだけど見えない問題って多分想像できますよね。ない いいろろ調べたら出てくるかなと思って、うん、えっ、ー、と例えばだけれどもちょっと前にその新幹線でねとっても匂いの強いものを食べてる人がいるとかこれ見えないけど匂いでわかる問題ですよねとか、まあ、新幹線であまこういうふうにニーズとして明らかなものに対して問題解決をする場合 それが問題がなくなっちゃったらすることなくなるのかなというのではなく新たな問題を探すとかで見えない問題を発見したりするそれから新たな問題を作るってそれぞれ方法があります最後の新たな問題を作るっていうのが結構 AI が活躍する世界ですね人間が観察してもわからないような問題を新幹線じゃないところで起きている問題の知識を入れ込むと えっと人間の考えとそれを超えたいろいろな事例からあこういう問題がありますよっていうのを想定することができると思います例えばこの場合問題ではなくて新幹線で歌って踊れるような場所はできるだろうかみたいな解決すべき問題ではなくて問題を作ることが価値を作るような問題に転換することができますさっき皆さんに考えてもらったのがそういうことですね はいえっと、ここにちょっと当たり前のことは当たり前の方法をやれば身につきますよって書いてあるんですがえあの注意しなきゃいけないのはさっき評価する人がいるって言ったでしょうで。評価っってててどのくらいいになるかっていうことですね、はいえっと、皆さんはあのいろいろデザインされてると思うけど大体いい、ね、<laughs> そうでもないあんまりけなされないんじゃないかなと思うけど。 すごくねみんんな言葉を選んで褒めてくれるわけよあこれはよく考えてるデザインですねセンスがいいですねとかね素敵ですねとかこれはもうかっこいいですねユニークですねとかね大体1回ぐらい褒められたことないですかあ <laughs> <laughs> あんまり <laughs>、うん、あの最近はですね大体褒められて育ちますね。うんで 褒められることがクリエイティブデザインに近づくかどうかここはよくねまあ他の人はあなたが考えたデザインさっきのねアイデアとか褒めてくれるでも自分はそれを褒めないで力をつけたかったらこれつまらないデザインだとか怖いデザインだとか。 かっこ悪いデザインとかね。そういう想定をして、自分の能力の範囲を。ふ、あの広げることができます。要するにポジティブな事ってのは大体当たり前の世界です。で、ネガティブなことは人に言われると腹が立つけど、自分で自分にゲームのように貸すと自分の範囲が倍広がることになります。ということで。えー ぜひイノベーティブなデザインを目指すならばこういうことですね当たり前のデザインを否定するまず例えばあの居心地のいい部屋だったら居心地悪い部屋って考えてみるそれから脱あたり前っていうのはさっきの新幹線は乗り物ですっていうのは違う新幹線はプールですとかね全然違う機能を持って 新幹線というのは実は美容室ですとか脱 <laughs> 当たり前ですそれから超当たり前っていうのは新幹線そのものを潜水艦にしちゃうとかね <laughs> 当たり前のところからもうはるかに超えるようなことをするこれが当たり前の知識を操作することでこっちの to「トゥ とっていうのを2にしたんですけどもイノベーティブなデザインに向かっていく当たり前から非常識なことにに向かっていく手法ななりますなのでこれ一日10分でも20分でもちょっと考えると結構トレーニングになるのでやってみてください。で最初やったぐらいの,あの動物と機能とかをね結びつけるぐらいだとそんなにリアリティないけど。 実際のものをね作ることを考えて自分がデザイン課題に取り組む時にちょっとひねってみると面白いものができるような気がします。ということで、えー、と私が、えー、研究した時に非常識なデザイン課題っていうものを使って、えー、一人一人の潜在的なこう創造性を発掘しようとう取り組みをしました。えー 皆さんもしまだ余裕があるなら、えー、ポストイットに書いてほしいんですけども、えー、とコーヒーカップちょっと書いてみてもらえますかコーヒーヒカップの絵、うん、簡単にけますよね、はい、じゃあ、えー、と一番大切な自分にとって大切な人にクリスマスプレゼントであげるコーヒーカップを考えてみてください。 私にとってとっってても大切な人例えば家族だったり友達だったりあの、えー、と会ったことないけど映画のスターだったりあ二次元の人だったり <laughs> その人に今年のクリスマスにどんなコーヒーカップをあげようかなとか考える。はい、これはねあのどんな研究したかっていうと最初の課題と 2番目の課題で考え方の深み,深みが全然違うんですね最初は全然考えないで「はーい」って書けちゃう。で次に「えそうかあの人はどんなものを好んでたっけ?」とか探索しなきゃいけなくなるからすごく時間かかる。いや平凡であっちゃいけないとかね。でこ,うこれがあの研究の中では結構。 面白いことが分かってきてき、えー、探索してる時っていうのは人はすごく考えると同時にいいいろんな記憶を思い出してますでこうした記憶を思い出すってことがデザインの課題ではいろんなヒントを出してきますね。でそれをさらに非常識なデザイン課題にしようとするとコーヒーが飲めないコーヒーカップとか考えるわけです。 で私が、えー、こういう訓練として出した課題は、えー、座ると悲しくなる椅子だいたい椅子っていうのは「こうああ疲れた」っていう、ね、くつろいで安らいで健康を、ね、維持してくれる靴なんだけど座ると悲しくて涙があふれる椅子ってえー、どんなんだろう だいぶ考えるでしょ、うん、この深く考えるってところがすごく重要でイノベーティブなデザインクリエイティブなデザインに向かっていくってことになります。はい、ということで、あのー、ざっくりとした話をしましたけども当たり前なデザインとさっき言ったイノベーティブなデザインというのはじゃあ実際どこがどう違うと思いますかっていうあの講義のテーマは「 考えることだけど考えるってことは覚えることじゃない知ることでもないだとすると何かっていうと仮説を立てることですねもしかしたら当たり前のデザインとイノベーティブなデザインはこういうところが違うんじゃないかなっていう自分なりの仮説を立てるうんどう違うと思います 誰もが思いつくコーヒーカップ、これは普通のデザインだよね。当たり前の普通のデザイン。で、当たり前だけどいいデザインはあなたが大切な人のために考えたデザイン。これは一生懸命考えているから。で、イノベーティブなデザインは変なデザインだから、コーヒーカップなのにコーヒーなんか飲めないカップってなります。この違いってどういう説明できますか。 今日帰れないね <laughs> というふうにあの講義の目的っていうのはこ,うこの時間で聞いたことを覚えるとかこの時間の中に考えることではなくてあれと思ってこ,う謎をずっと抱くことになりますこの謎あれと思う疑問や仮説を求める気持ちをどれだけ長く維持できるかっていうのが クリエイティブになるかイノベーティブにななるかっていうところの道筋なんですねだから皆さんは能力デザイン能力を身につけていくから、まあ、85%から90%で当たり前のデザインをしながらあのお仕事したり生活したりすることはできるんですけど残りほんの少しの時間でこうした仮説あれどこが違うのかなとか。 じゃあデザインってどういうふうにしたらもっと面白くなるのかなとかね自分の限界はどこなのかなっていう,こう問いを立てる習慣や時間をちょっと持つだけで気が付くと考えない人に比べたらうんとクリエイティブになれるんじゃないかなと思います。えー、っとちょっっっっとねね講義てていうだけあ,って、ね、あのざっくりした 話をしますね、えー、今日ね話した創造性っていうのは実は昔から言われてることじゃなくって、えー、例えばヨーロッパも日本も、えー、創造する力なんて人間にはなくて神様みたいなね超人類があってその人たちが何か作ったこの地球とか、えー、世界に対して創造性って言葉を使ってました。でそれが えと啓蒙時代って言われる、まあ、18世紀17世紀18世紀の頃人間を中心に考えましょう人間の知識が、えー、もの世の中の中の中心にあるよっていうふうに言われた時代でその頃から創造性っていうのが人がやったことに対して使われる言葉クリエイティビティは人の所作にに関ししても使われるようになりましたでその時は最初にやってもらってるのは空想です。 いいろんななことを人間は空想するる力があるじゃないかそれを創造性と呼び始めました。でそれからほどなくして産業革命が起きて産業革命とデザインという言葉は非常に近い関係があります。なのでデザインの歴史と創造性っていう概念の歴史は近いものだと。でこれは産業社会の中で示されているものですので。 えー、創造性っていうのは実はいろんな場面で発,発言していくんですが、えー、基本的にはあのミニ C と言われるねリトル C とかミニ C っていわれる、えー、生活の場とかで発揮される学校とか生活の場で発揮される創造性。でプロフェッショナルの創造性は。 まあ P クリエイティビティとかいろいろあのリトル C とかいろいろ言い方があるんですけども、職業自分が発言した創造性で食べていこうとする人職業になることです。でその職業の中で例えばあの佐藤卓先生みたいにねこう一流と言われるような方になるレジェンドでで、ね、その中のプロフェッショナルで。 熟達っていう風なプロセスがあるんですけども実はそれはすごく一部で基本的にはあの生活の場やいろんな場面で発言するのが創造性とされているので、まあ、あのコミュニケーションデザインではそういうみんないろんなことを考えられます作れますねっていうことをやってたと思います。でこううしたた関係というのはあのずっと言われれててきてたんですけれども プロフェッショナルの中ではプロフェッショナルの世界にいる人が自分の作品を評価するノンプロフェッショナルの中では自分である程度自分の成果を評価する。 今日は料理がうまくできたとかあのお家の中でいろんな片付けをして工夫をして作った棚があのぴったり壁に収まったとかいうと自己満足できるとそうした評価が返ってきますがイノベーティブなデザインというのはその範囲をはるかに超えるものになります。 でその資源は一体どこにあるのかっていうとこれ「ミニシーと言われるものですけれども、えー、自分自分一人一人にすごく本質的な創造性があってうまくいこうが褒められようが全然関係ないこれをやってると幸せとか夢中になれるなぜかあの鳥を見るのが好きとかねなぜか星を見るのが好きとかだからそういう誰からも言われないのに自分が。 自分の行動を誘発されるようなものがあるでしょうってそこがその一人一人一人のそれを資源にして日常の創造性や職業的な創造性あるいは熟達したレジェンドと言われる人になったり時にはそれがすごいイノベーションとして発揮されることもありますよというような創造性の,あの、えー、モデルっていう研究があります。 でこれを考えるとやっぱり自分のことは自分が一番大事にしてあげるべきで自分らしいっていうのが他の人から求められる自分らしさじゃなくてほっといても自分の関心がいくことそういうことに、えー、重きを置くとといいいんじゃないかなとなかりますでこれは一人一人のことですけれどもこれがイノベーションとなるためには本当は 実は社会の構造が関係してくると、えー、下に書いたけれども自分一人は自分のことを中心に好きとか嫌いとか面白いとかやってればいいけれどもこれをよりイノベーティブなものに近,い近づけようとするとやっぱり自分と違う人と共同で何かをするそうした経験が生きてくることになります。 自分とすごく似た人と一緒にやっててもそれは増えてないですよね全然違う発想の人と一緒に協力するといいと思いますなので今日や最初にやったような発想訓練は個人で行うとで先ほどのまあ新幹線のゲームみたいな感じで相談しながらやることはちょっとデザインに近いですからチームでやるとそしてプロジェクトそのもの チームで何に取り組むかっていうところはすごくチャレンジした方が面白いです、えー、さっきの問題解決ではなくて新たな問題を作るような新たな課題を作りましょうっていうようなチャレンジをすることがイイノベーティブななデザインになるとと思いますえっ、ーまあ、講義なのでちょっと抽象的な話だからどういうこと言ってんのかなーって半分分かったような分かんないなと思うかもしれませんけれども。えー 帰るるとか寝る前ちょっと考えてみてもらってあれ当たり前なのとイノベーティブなのってどこがどう違うのかなというふうにやあのトライしてみてもらえるといいと思います、はい。ということで基本的に今日のお話はここまでです、えっと、最後の方はちょっと分かりにくかったと思うんですけれども、えー、実は今日の,あの講演のタイトルで「当たり前のデザイン」 よりもイノベーティブなデザインが重要ですよって言おうと思って準備してたんだけどもいろいろね調べていくとねイノベーティブなデザインはイノベーティブすぎてさっきみたいにかっこいいとかかっこ悪いとかどっちも形容詞がつかなくてだいたいねわからないわからないって表現になっちゃうみたい。 なぜなら常識を超えてるから常識の範疇でいいとか悪いとかも判断不能になっちゃう。なんだけど、えー、後から見るとそれが生まれた後の歴史が変わるようなことがイノベーティブデザインって言われていて例えばだけれども、まあ、インターネットとかよく言われますよねインターネットが世の中に登場する前と後では全然違っちゃう。 そうするとたった一人の人が何かをやるっていうよりもその時代がどう変わるかってことを予測してその先の目線で今を見るとあこんなふうに変わるんじゃないかなっていうことが想像できると思います。で考えちゃゃっってていいいんじゃないかなかと思ってて例えばあのさっき学校の授業って話したけども。 ここはハイスクールと言いつつももう完全に講義でやってますよね。100年経っても学校ってあるのかなとか100年経って新幹線あるとは思えないのね <laughs> そういうこと100年後200年後今の目の前にあるものが残るだろうか変わるとしたらどう変わるのかなってそういうことも考えていくとおそらく そうイノベーティブなデザインということで近寄っていくんじゃないかなと思います、えー、多分こんな声やあの目とか画像でコミュニケーションする時代じゃなくなっちゃうかもしれない今いろんな技術が進んできてその人が考えていることなんかがそのまま可視化されたりするようになってくるとそうすると喋んなくなっちゃうかもしれないですね <laughs> じゃそういう時代が来ることも想定して、えー、いろいろ面白い空想をしてみたらいいかなと思います。はい、以上です。はい、名前先生ありがとうございました。先生の圧倒的な研究に基づくクリエイティブのお話だったので、こうすごい初学者の方にもスッと入るようなお話だったんじゃないかなというふうに思いました。当たり前のデザインとイノベーティブなデザインで。 まあどどういうニュアンスであってもどちらも小学者には必要だなと思ったりもしましたし、うん、なんか違うのかとか違わないのかとかも考えたりしたら面白いのかなというふうに思いました。あの当たり前とかねイノベーティブっていうとねあんまり小学者とか関係ないかもしれなくてあのさっきねあの 始まる前に雑談してたんですけど、あの勝鹿北斎さんとか自分らしい作品発表しだしたのは73とか4過ぎてからだし、あの私たちもっと寿命のび、まあ私は分かんないけど皆さん伸びるかもしれないから、そうなると当たり前のデザインやってて突如イノベーティブなことをし出すときは100歳ぐらいになってるかもしれない。確かに当たり前の中に入ってるとかね、こうなんか関係を考えていくのも楽しそうだなとは。 思いますありがとうございますそれではですね残った時間で質疑の時間を取りたいなと思います、えー、では先に会場の方からですね感想であったりでも大丈夫ですけどももし質問があればぜひ、ね、先ほどワークで温まっている場だと思うので何でも挙手いただけたら嬉しいですはい質問してください <laughs> 今日はどうもありがとうございましあのよく考えるさっきのコーヒーカップの話ですけども考え続けることが大事なのかなとは思うんですけども何て言うかなそのいろんな面から考えたいんじゃないですかそ,んなそ,こでそういうところで何かこうそういう手立てとかあれば。 そうですねあの例えば機能で考えるとかあの価値で考えるとかいろんな考え方があると思うんでそれはやっぱりこう形式化する方法っていくらでもあると思うんですけどあの、まあ、お仕事の場合はそういうふうにプロセスを踏んで考えるってことをやっていけばいいけど日常の中ではやっぱりあのここに出てる自分と違う人と話をする。 で違う習慣の人たちと話をする。あの有名な話はほらあの、えー、冷蔵庫にねインドだと鍵かけないといけないとかねいろいろその場その場で文化が違えば当たり前と思っていることが非当たり前になっていくてあの私だって洗濯機あんな横に回るの見たことなかった時はこれは何だと思いましたもん。<laughs> といういろんな国で作られてるものとかを見ると習慣が違うのがわかるのでそういう人とあの 話す機会とか、今オンラインがあるからどんどんできるんじゃないかなと思います。これもいろいろ皆さんこうメモを書いたりしてポス何だっけ、ミロマイロって言うんだっけ？そうですね、ミロミロが、うん、はい設定されてます。うん、で書いたりしてて、うん、でそこからまた自分にフィードバックするって。であとはあのよくデザインで言われるのはとりあえずそれをプロトタイプ作って世の中に出してみましょうって。 そうするといろんな人の反応がよりリアルに返ってくるこういう言葉だけでやっててもその概念でしかないからなかなかあのはっきりしたことはわからないんだけどもそういう違うものを作ってとにかくいろんな人に使ってもらうと全然違う使い方されたりとかね出てくるんじゃないかなと思いますうんあのおそらく正解がないから苦しいとこではあるんですけど <laughs> どうもありがとうございました <laughs>、はい はい、ありがとうございます。コメント欄の方も、えー、結構ワークの時間とかにこう皆さん考えたことを書いていただいたりしているので後で先生にお伝えしますね。頭フル回転でしたとかそんなコメントもいただいてます。ありがとうございます。それではですねそろそろこう場が温まってきてはいますがちょっとお時間が迫ってきておりますので一旦閉めたいと思います。あっという間の時間ではありましたが永井先生の講義プログラム。 クリエイティブデザインを終了とさせていただきます先生本日は貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました